はい、原尻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、僕は、何をお話をしようかなと思ったんですけれども、やっぱりですね、僕はマーケターなので、マーケティングの未来予測をしたいなというふうに思ってるんですが、皆さんこの中でマーケティング関連の方っていらっしゃいますか？挙手お願いします。いらっしゃらない？あれ、あんまりいないですね。ほとんどいない。じゃあ多分僕が一番ダメなのかもしれないですね。でもちょっと興味のある話かもしれないので、こんなことを考えているというのをお話ししたいなというふうに思います。で、僕はですね、マーケティングをずっともうかれこれ12年ぐらいかな、やってるんですけれども、今はですね、この音楽と映画のマーケティングに携わってます。で、もともと僕は ABEX っていう会社にいました。で、アーティストの、ブランディングですね、これを中心にマーケティングをやってて、最近ではですね、映画とかアニメですね、そういったところの、マーケティングにも関わってるんですが、今日はちょっと特に音楽について、皆さんにお話ししたいなと思います。で、これはちょっと皆さん、あれ動かない、あ、いっちゃった、大丈夫かな、いってた。はい、実はこれ、日本レコード協会っていう音楽の、市場のね、調査のデータなんですけれども、これ実は2000年から2009年までの、音楽市場の動きを見ています。特にパッケージですね。パッケージというのは CD です。で、 CD の、売上状況なんですけど、2000年というのはこの点ですね、点のところが合計なんですね。ここが黄色いのが邦楽で、こっちのちっちゃい方が洋楽なんですけど、これは足し合わせたのが点です。で、これ見ますと、2000年はですね、5238億だったんですね。それがなんと2009年には2459億、もう半分以下の市場の減衰になってるんですね。非常に厳しい。で、配信の、ビジネスがあるじゃないかと思うんですけど、実はですね、2008年がここですね、が配信のピークで、実はちょっと落ち始めているのが現状です。で、非常に、どの業界もすごく厳しいって言われてるんですよね。音楽業界も、ものすごく厳しいんですが、唯一ですね、音楽業界の中で元気なところがあるんですね。それは何かというと、ライブです。ライブの市場に関して言うと、非常にこう右肩上がりになってます。これ見えますかね。全然逆行してるんですね、あのデータと。で、2009年の段階では、1250億まで、来てます。10年前に比べると、2000年ですね、半分以上、2倍とは言いませんけど、かなり伸びている市場なんですね。で、僕はこの中でちょっとキーワード、ライブというものが非常に重要な時代になるんじゃないかというふうに思うわけです。今日皆さんとね、こうやってお話しして直接関わりができるわけですけれども、このライブこそですね、唯一フリーの時代にお金になる、商売なんじゃないかなというふうに考えるわけですね。で、皆さん多分、いろんなソーシャルメディアに入られてると思うんですけど、この中でツイッターをやってる人います？わあ、すごいですね。ぜひですね、この場の告知をですね、ツイートをすごくしてください。で、そのうちですね、いっぱい登壇者が来ますけど、ぜひつながって一緒に会話ができたらいいなと思います。で、あとここね、プラットフォームってあるんですけど、 Facebook 入ってるでしょ。ああ、結構いますね。ぜひ、小山と一緒にですね、ライフハッカーズクラブとかいろんなサークルを加わってるので、ぜひ、Facebook もぜひアプローチしてください。どんどんつながっていきたいなと思ってます。で、このですね、音楽市場で起きているビジネスの状況を一回ですね、冷静に情報として捉え直してみたいなと思うんですね。で、じゃあ情報として捉え直す、どうなのか。で、情報の質というのがあります。情報というのはすごく簡単に言っちゃうと、一次情報と二次情報に分かれると思うんですね。で、一次情報というのは直接見たり聞いたり、現場の情報ですね、こういうところで直接お話しして得る情報、これが一次情報です。で、二次情報というのは本で読んだり、こういうネットで媒体で読んだり、そういう媒体を通じて他人の、意見、情報を吸い上げる、
そのまあそれが二次予告というんですけれども、これをですね一旦音楽の市場に行きますとこっちになりますね。はい、ライブというのはやっぱり直接的な情報ですから、一次情報に区分されているんです。で、二次情報は CD、DVD で、これをですねパワーバランスで見ると今、僕らが置かれている状況というのは多分情報の質から言うと一次情報の方が二次情報よりも強くなっている。かつてはウェブのデータとか見て、それから本とか読んでいろいろやってるんですけど、実はもうそれよりも直接自分で関わった情報、自分で取りに行った情報の方が価値が高くなっている時代になるんじゃないかなと思うんですね。で、これは確実にビジネスにも波及してくることなんじゃないかと思うわけです。で、こういったことを踏まえてですね、2011年以降のマーケティングについて少し考えてみたいなと思うんですね。で、2010年以前ですね、まあ、今までのマーケティングというのは多分、まあ、マーケターの人はいらっしゃらないみたいなのでね、あれなんですけど、こういうことが重視されてたんですよ。一つは顧客のインサイトをしっかり分析しなさい。で、それはどういうことかというと、客観的な調査に基づいて定性と定量でしっかり抑えなさいと言われてたんですね。客観的なというのが非常に重要で、関わっちゃいけないわけです、マーケッターは。マーケッターは、お客さんのところに直接行って何か影響を与えちゃいけないんですね。まあ、これは学問上もそうですけど、客観性を非常に重視した。で、その結果からコンセプトを作って、そのコンセプトに基づいて何かを作っている。これが非常にルール化されていたわけですね。で、今のライブっていうキーワードから考えると、この客観性っていうよりはもう今の時代、もうちょっと直接的に何かと関わって、現場と関わったり、お客さんと関わったり、いろんなところと関わって、このですね響き合う存在にマーケッターというのは進化しないとかなりですね遅れていっちゃうんじゃないかなと思うんです。もう昔のやり方はいけない、もうちょっと変える違うやり方を模索しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、僕はですねちょっとその2011年以降のマーケティングのコンセプトをこう定義します。現場をやっぱり歩いてしっかりで、直接つながってですね、ダイアログマーケティングって書いてあるんですけど、やっぱりお客さんとちゃんと対話しながら考えるマーケティングをやっていきたいな。で、現場と、まあ、クリエイティブですね、これをこう行き来しながらよりいいものを作っていくんだというようなマーケティングのスタイルに多分変わってるんじゃないかというふうに思うんですね。で、それでいくと重要なのはこの2つになるのかなというふうに思ってます。2011年以降のマーケティングはフィールドワーク一つ、やっぱり現場に出て直接お客さんと話して直接つながっていくということですね。これが非常に大事で、もう一個は触媒と書いてありますけど、これは何かというと、やっぱりその場の中においてその人たちをいろいろこう引き立てて、かき乱していろんな化学反応を起こす役割、これをマーケッターがもう身を通してやらなければいけないんじゃないか、客観的に引いて、あ、これはそうだよねって分析してる時代も違うんですね。もう関わって良くしている、こういう存在にならなきゃいけないなと思うんです。で、まあ、フィールドワーク見てた時の、まあ、ツールですね、まあ、僕は iPhone 持ってるんですけど、 iPhone ユーザーの方どれだけいらっしゃいますか。わー、多いですね。 iPhone じゃなくてスマートフォン持ってる人は少ないですね。やっぱもう小山のですね、アプリ信者に僕はさせられてしまったので、もうアップル最高ですね。これを現場に出て、やっていかなきゃいけないということですね。それと、まあ、場を豊かにする上でこれはつながると、でやっぱり距離とか物理的なその制約ってやっぱあるんですね。だけどウェブの中であればそれはやっぱりすごく少なくなる。なのでぜひですね、僕と小山の Facebook に入っている方は探してみてください。で、ぜひつながりましょう。で、つながっていろんなことをちょっと変えていく、ことができたら面白いなというふうに考えています。で、ちなみにですね、言葉先生、マーケティングの大御所の言葉先生は最近ね、マーケティング 3.0 という本を出したんですね。で、1.0 の時代というのはいかにして販売をするか、で、2.0 の時代は顧客をどう作って継続して、まあ、買ってもらえるかというところを考えてたわけですね。これの最たる指定はですね、ブランディングです。どうやってブランドするか、で、ブランドのパワーでいかに継続でリピートさせるか、
これが非常に重要だったわけですけど、3.0 になるとどのように生活圏に協力してもらえるか、これが非常に重要なわけですね。はい、ありがとうございました。本当？早い。素晴らしい。あのですね、落ちがあったんですけど、落ちまで行けなかった。